ニュージーランド出身の統計学者。デュスティデオのチーフサイエンティストであり、オークランド大学、スタンフォード大学、ライス大学において、統計学の非常勤教授として働いている。R 用のオープンソース統計分析ソフトウェアパッケージを開発したことでよく知られている。データのインポート、分析、およびモデリングにおけるタイディーデータアプローチを提唱している。 1999年から2004年にかけて、オークランド大学において、人間生物学の学士号を、さらに統計学の学士号と修士号を取得した。2008年には、ディークックと平家、ホフマンの指導の下アイオワ州立大学で統計学の博士号を取得した。2006年には、 データの整形及び視覚化のためのツールを開発した功績が認められ、ソーシャルコンピューティングにおけるジョン・チャンバーズ賞を受賞した。彼の妹、シャーロット・ウィッカムも統計学者である。彼は R のユーザーコミュニティの著名かつ活動的なメンバーであり、ジジイ・プロットにプライア、ドプリア、レッシャペニといった有名かつ広く活用されているパッケージ群を開発してきた。 ウィッカムの R 用データ分析パッケージは、まとめてタイディバースと呼ばれている。ウィッカムのタイディデータアプローチによると、各変数は列、各観測は行、各タイプの観測単位は表である必要がある。2015年に統計グラフィックスとコンピューティングの革新的かつ先駆的な研究を通じて統計的実践に貢献したことにより、2015年に 米国統計協会のフェローに選出された。2019年に多くの人が統計的な思考とコンピューティングを利用できるようにしたことを含む統計的なコンピューティング、視覚化、データ分析における影響力のある研究によって国際コップスズ会長賞を受賞した。ありがとうございます。